水オオトカゲです。引き潮とともに現れた干潟で獲物を探し始めました。干潟ができると多くの生き物が姿を現します。穴から出てきたのは潮招きのオス。片方の大きなハサミが特徴です。潮招きは泥に含まれている有機物をこし取って食べます。ハサミが小さいのはメス。盛んに泥を口に運びます。この時ばかりはオスは大きなハサミが邪魔なようです。ワニの子供も干潟に集まってきました。そろそろ自分の力で獲物を捕まえなければなりません。見守る母親。干潟には子供にも捕まえられる小さな生き物がたくさんいます。そっと忍び寄ります。そしてじっと獲物が近づくのを待ち受けます。見事に捕まえました。森からカニクイザルの群れが現れました。この猿も潮が引くと干潟に出てきて大好物のカニや流れてきた果実を食べます。猿たちはどこにカニがいるのかよく知っています。手を巧みに使って掘り出します。すっかり潮が引くと遥か沖まで広大な泥の干潟が現れます。泥の干潟の主役はムツゴロウです。水たまりから泥の上に這い上がってきます。ムツゴロウは海と陸の2つの世界を生きる不思議な魚です。皮膚で呼吸できるため水から上がって活動することができます。食べ物は泥の表面についた藻。時々水たまりに戻っては泥と一緒に食べた藻をエラでこし取ります。巣穴は泥の下。今溜まった泥を取り除いています。巣穴は5メートルにもなる長いトンネルです。ムツゴロウの巣穴は干潟にとって重要な役割を果たしています。トンネルを通じて新鮮な空気や水が奥深くまでもたらされ、干潟を生きた状態に保ち続けているのです。
泥の上で縄張り争いが始まりました。背びれを広げて威嚇しながら激しくぶつかります。ユーモラスに見えますが、ムツゴロウたちは真剣です。なかなか勝負がつきません。しかし、そうそう時間をかけてはいられません。再びすぐに潮が満ち始めます。ムツゴロウは潮が引いている間に餌を食べ、巣穴を補修し、そして時には繁殖の相手も見つけなくてはならないのです。潮が満ちてくると、ムツゴロウは巣穴に入って、また干潟が現れるのをじっと待ちます。マングローブの森は長い年月をかけて徐々に沖へと広がっていきます。そしてその森を通じて陸の豊かな栄養分がより一層海にもたらされるようになるのです。アジアの熱帯にはまた違った海岸もあります。インドネシアの島々の多くは火山の噴火によって誕生しました。こうした島の海岸は固い溶岩で覆い尽くされています。海底から湧き出すガス、今なお活発な火山活動が続いています。噴火の後、海底は一面火山灰に覆われ、生き物たちの姿が消えた死の世界のようになります。マングローブの豊かな海岸とは対照的な世界です。この海には身を隠す場所がほとんどありません。そのためここに住む魚たちは周りに体を溶け込ませる工夫をしています。体を岩のように見せているのはセムシカサゴです。腹びれを使ってゆっくり海底を進み、獲物を待ち受けます。知らずに近づいてきた魚を大きな口で飲み込むのです。こちらは体長10センチほどの海天狗。海底を這うように進みながら細長い口でゴカイなどを吸い込みます。複雑な形をした体は海藻に覆われた岩のようにも見えます。この姿でうまく敵や獲物の目を欺くのです。